これからゲストの皆さんがバランスのとれた朝食が取れているのか実際に判断をしていただこうと思いますうん、うん、実際のゲストの皆さんの朝食写真をスクリーンにお出しします、うん、さあではヒコロヒーさんの朝ごはんは <laughs> <laughs> や,やばすぎ <laughs> ご飯の意味わかってるんですかねこの方 <laughs> 何このブツ撮り <laughs>、えー、本物です <laughs> の家で取ってきたんこれなんか朝仕事の時とかも食べないですねもうまず現場で、うん、ああまずコーヒー飲んでっていうので終わりなので本当だからもうおにぎり食べるとか、うん、ゆうちゃみちゃんとか、うん、トースト食べはるとかそれだけで立派やなっていうちょっとヒコロヒーさん、はい、あのキューブラザーズに聞いてみてくださいどう、うん、って。

こんな朝ごはんもええよねって言ってくれてます。全然違うのやってられないよ。そうなのよ。でもね、ちょっと朝も苦手でね、うん、なかなかその朝飯を食うっていうのが正直できないですね。確かにね。どうしましょう、倉島さん。うんはい、あのご自身も自覚されてる通り、ちょっとこれだけどだ朝ごはんというかなんというかという感じでよろしくないですねっていうのが、うんうん、ありがとはい、正直な感想なんですけど、うんはい、ありがとうございます。<laughs> 褒、はいあのー、められてると思ってる。<laughs> 自覚があるっていう、ね。<laughs> うん、あのーうん、あ朝ごはんをねと食べるのが難しいっていう時は、コーヒーだけでも例えばなんですけど、アーモンドミルクをちょっと入れて飲むっていう。これでいいや。違うんですか。アーモンドミルクってその何ですか。はい、ビタミン E が豊富なんでビタミンが取れるのとあとタンパク質もちょっとプラスされるので、えー、これのみよりはこれを入れた方が。 あの朝の活動にも影響を与えていますしるほ,ほんならアーモンドそのままカリカリの食べてもいいってこと全然それでも大丈夫です、ね、なんかさあ<ー>なんかあの固形物がちょっとしんどいのかなっていう感じも要素もね見受けられたので、はいうん、飲み物を食た方がいいかなと思ったので、うん、あとそのアーモンドミルクだけではなくて、うんうん、いいですかすいません あんた全部液体紹介されてるやん乳乳とかどんどんか食べさせてください何も噛まれへんと思ってる何か<う>噛むものをこいてくださいキウイキウ食べましょキウイもうこいつ噛まれへんと思ってるどうて噛めんやろみたいなってるやんか確かにねキウイね柔らかいけど まあ手軽にちょっと追加していただくだけでも栄養はプラスされるので、うん、<laughs> まずはそこから始めていただけたらまずはってことねまずヒコロヒーさんはまず液体の種類を増やすというところからい,いや優しいわありがとうできるところから始めてみるというねありがとう。はい